こんばんは、魔界闘士です。今回はモナコグランプリということです。価値確定草。マッサ激怒かな。コースト6位だって草。ワオ。検討中だって。は、老害が救ってるのかな。セナの生まれ変わりが来たのに。6勝ドライバーに失礼すぎ。モナコは、ねえ昔思想してますけど、超簡単コースのはず。ギア比も適当。世界中のセレブリティが世界最速の戦いを見るために集う週末、モナコグランプリへようこそ。 F1 レースの中でも最も有名で華やかなモナコグランプリ。この小さな広告が初めて F1 グランプリを開催したのは、まだ公式のワールドチャンピオンシップも始まっていない1929年のことです。今ではモナコ市街の公道を走らせるにはF1 カーはやや大きくなってしまいましたが、世界のトップドライバーたちが障害の多い市街地を縫うように走り抜ける光景はまさに迫力満点。タイトな公道サーキットであるがゆえにオーバーテイクのチャンスがほとんどないこのレースでは、グリッド順位が生命線、勝敗を決めると言っても過言ではないでしょう。今日は絶好のレース日和ですね。激しいいいレースが期待できそうです。ポールポジションマークウェバーです。2番手にキミライコネン、その後ろ3位グリッドにバリチェロです。4位フェルナンド・アロンソです。3列目5位にフィジケラです。6位グリッドデビッド・クルサードです。フェリペ・マッサが7位です。ジェンソン・バトン8番手です。フェラーリ不調ですが内部分裂してそう。電車グリッドを離れました。フォーメーションラップが始まっています。ここはそんなに難しいコースではないのでコース紹介はいいや。走行者の話でしたね。今日はエンジンの回転数の話です。乗用車では軽食テレビの重視という話があります。私が思うにこれは少し違います。例えば
2006年の FY エンジンは1万9000くらい回ります。でもトルクにすると 30kgm くらいなんですね。一方低速トルク重視のディーゼルエンジンなんかでは2000経験くらいで 40kgm 超のエンジンレースになります。そしたらそのエンジンの F1 の速度は速いんでしょうか。結論を言えば遅いです。なぜならディーゼルエンジンだと、わかりやすく言うと4750回転くらいでシフトアップすることにしましょう。そうすると今このゲームと同じ速さにしたとして、ゲームでは1万9000回転の200キロでシフトチェンジするところを4750回転の50キロでシフトチェンジしなければなりません。 FY エンジンでは最高300キロくらい出ますが、ディーゼルエンジンで同じ速さなら75キロしか出ないのです。仮にディーゼルエンジンで最高速度を出すにはギアを重くする、数値を低くする必要があります。そうなるとどうなるか、前に話しましたがギアは増幅です。ギアが重いと増幅が少ないので加速が鈍るのですね。要するにですね、高回転エンジンはギアの増幅の恩恵を長く受けることができます。それが FY エンジンが高回転である理由なのですね。ちなみにトロロッソのエンジンは2000回転縛りされていますので結構なハンデです。とまあ今日はエンジン回転数の話でした。全ドライバーシグナルが消えるのを今や遅しと待ち構えます。スタート。全車一体となって1コーナーへ。1コーナーを過ぎてマーク・ウェバーがリード、そしてライコネンだ。次はバリチェロ。集団のまま2コーナーへ接近します。トップは変わっていません。ウェバー、その後ろにライコネン、次はバリチェロ。今日は7個なので臨場感重視でアップしてんです。あとは追われる展開にはならないし、バックミラーはいいや。何止まってんねん。最初のラップを終えた時点での順位は、1位はウェバー、ライコネンが2位、3位はバリチェロ、4位アロンソ、5位フィジケラ、クルサードが6位、7位マッサ、クリスチャン・クリエンが8位です。ほら、撃墜するぞ。
3周目に入りました。1位はウェバー、ライコネンが2位、3位はバリチェロ、4位アロンソ、5位フィジクラ、プルサードが6位、7位マッサ、クリスチャン・クリエンが8位です。採用を断ったやつにぶち抜かれて悔しいの戦。 A6, 6th position。4周目に入りました。1位はウェバー、ライコネンが2位、3位はバリチェロ、フィジクラ4位、フルサードが5位。6位から順位を上げました。プレイヤー6位です。全体の約3分の2を走り終えています。1位はウェバー、ライコネンが2位、フィジクラ3位、4位から順位を上げました。マッサが4位、5番手はクリエン、ジェンソン・バトン6位、順位を3つ上げました。ミハエル・シューマッハが7位、ビル・ヌーヴが8位です。 Take it easy out there until the tires are shown as green on the indicator. Once they're blue, you'll have less traction.マッサは給油していないだけですから、ウェーバーを抜けばトップです。直線では抜けませんか。現在のトップ8を見てみましょう。
プレイヤートップに立っています。ライコネンが2位、3位がウェバー、4位アロンソ、5位から順位を上げました。5位フィジケラ、先ほどまでは4位を走行中、どうしたんでしょう。バリチェロ6位、7位マッサ、8位ブサード。ライコネンが2番手。ドライバー、見事グランプリウィナー、素晴らしい走りでした。今日は特にバトルもないので給油までのリプレイです。
エバー。